ー久しぶりだな。前すぎてさ、俺忘れちゃったんだけど、前って何してたっけ。あー使えない武器を使ってた人ね。またやってしまったんですね、あなたは。古参スキンとか持ってないのに、古参エモとか古参スキンが使えるマップ作っちゃったんですよ。スキンを持ってなくても誰でもスキンもエモートも使えるマップを作ったの。あ、そういうことです。あー、そういうことか。なるほどね。嘘をね。はい。嘘つきなんだね。前はさ、タートルの武器を、その島の外からさ、持ってくるみたいな、できなくはない話だったじゃん。あ、はいはい。さすがに、持ってないスキンを使えるとか、妹使えるは、もう嘘ついちゃってるし、今日見るまでもないかな。じゃあ、ありがとうね。嘘ということで。あー、ちょ。見てから嘘かどうかっていうような判定してくださいよ。バンはされないんだよね。されません、されません。オッケー。よ、じゃあ、行くか。本当にちょっとこれ、結構コメント欄とかで戦われそうな話するんですけど。じゃあやめてもらっていい？じゃあ、何言おうとしてんの君は。いきなり、なんか下ネタとか言い始めんの？動画の途中なんですけど、クリサポね、始めたんで、よかったら皆さん、クリエイターサポートお願いします。SYONN、あ、すいません、間違えました。SYNOO です。はい。皆さん、クリサポ、よかったらお願いします。あー、いや。え、なんか、誰これ？誰だよ。なんかいっぱいいる。そのスキンとかのやつさ、見る前にさ、前のさ、なんかいろいろ集めてた島ってさ、見せれることできんの？一応ある分にありますよ。これが今最新版グリッチ島ってことね。まあ、そんな感じです。おー、すげえ、なにこれ。4690。やばい、監禁されてる。CZ。あれ？だろ、困る。で、三郎さんこれ見てください。なにこれ、なんかミニガン。もうミニガン。チャプター1の時のあれですよ。ちょっと見てー。あー、なんか、どっから見ればいいの？もう渋滞してんだよな。とりあえず左半分はね、全部モザイクなんだよ、これ。映せないから、これ全部。著作権っていうものを知ってる君は。あ、この右のこれも映せないわ、これ。もうダメだ、これ。何を見せないの、君は。ここのオレンジオブジェっていうやつちょっと来てください。あー、オレンジオブジェね。これ、これ本物です、本物。あー、使えるってこと？リブとかであれば使えますよ。ではこれね。なんかこれは前もあったよね。なんか踊らせてるやつでしょ。こういうスキンはさ、普通にもうみんな使えるやつ。ショップとかで買えば使えるやつですね。これ、サンノさん見覚えありませんか？これさ、ぶら下がってたやつじゃないの？あ、そうですよ。パンドラの箱ですよ。これ待って。開けれる？このパンドラの箱。はい。あー、開いた！ちょっと、やばいぞ。何千年も開けれなかったパンドラの箱がこんなにも簡単に開いたぞ、今。マツコが中身、何が入ってんだ、これ。何も入ってないですね。こんなに頑張ってみんな中身なんだとか言ってたのに、空やん。何も入ってないんだ、これ。そもそもこれ、ちょっと、こうやって斜めに隠してありますけど、これ、持ち上げると。ちょっと、エピックさん手抜きじゃない？これは。あれ？待って、これってさ、マスターハンド？で、これメダルね。これないんですよ、タイマーって。今、タイマーないんですよ。これモングラルマップとかでタイマーさ、俺よく使ってたけど、ないのこれ今。あ、これミシックだよね。これミシックもアイテム化されてんの、すごいなこれ。このフラッシュとバットマンはこれ何？前まで新しかったやつを、そのまま置いてあるやつ。反対側にもいろいろ引っ張ったけど、おお、すごい。これ撃っていい？これ。あ、どうぞ。あ、いや、荒らしそうだ。あ、崩れた。パンダーの箱。このギャラクシーのさ、この壁紙みたいのもさ、ないよね。いいなぁ、この壁紙。欲しいんだけど。あげましょうか。いや、危ねえだろ。それもらった瞬間に俺アウトになるやつじゃん。で、これさっきのやつね。こういうやつ。なんかさ、すっごい偏見言っていい？はい。グリッチ界隈の人たちってさ、五等分の花嫁好きだよね。なんか、わかります？なんか前もグリッチ界隈の人でさ、君の推しの人がいたよ。君は推しなの、これ。好きなの？いや、ミクの方が好き。これ何？これセカスクのオブジェ。カツお兄ちゃんは知りすぎたです。何これ怖っ。で、これちょっとこれ置きますよ。なキモい。何これ。ジップラインのあれですね。ザーっていく時の。いや、ジップラインこんなキモい動きしないでしょ。これ多分シャンノンさん持ってるんじゃないですか、この傘グライダー。あ、これグライダーなんだ。水が出てる噴水のオブジェかと思った。これ多分シーズン埋まった時じゃなかったっけ、島が水浸しで。あとこれとかもちょっと薄くてあんま見えないけど、ここにオブジェあるんですよ。なにこれ、マジで見えない。いや、なんかスーパーマン、なんかいるな。スーパーマン、スーパーマンか、これ。
おい、ちょ、タラちゃんで見えねえよ、この。佐野さん、これ、上ちょっと来てください、上。お、なんかいっぱいある、いっぱいある。アウトのラマトロン。なにこれ、なにラマトロンって。え、この前の音楽流すやつです。あー、え、これまだ流せんの音楽。え、ギャラクシースキンとか、これ、ボットとかね。あ、なんかフォートナイトの映像が出てきた。あれ？ワクワク。ワクワク。おー、これ作って遊ぼうやんけ。懐かしいなぁ。ちょっと、もう一曲ぐらい、ちょっと流してよ。なんだこれ。神秘的な音楽流れ始めたよ。怖い怖い怖い。なにこの音楽。よし、じゃあちょ、こっからが本題で、君が新しく開発したね、スキン&エモートを使えるマップをね、ちょっと見せてもらおうか。スキン&エモート 1v1。1v1 できんだ。はい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 。来ました来ました。おー、すごいすごいすごい。このなんかカードキーみたいなやつ押してもらえます？シャノンさん、そしたら。あ、これか。はいはい。はい、押しました。で、そしたら、ちょっと奥行ってください。はいはい、奥。そしたら、シャドウボムとか、あると思うんで、シャドウボムをこんな風に使ったらすぐにリスポーンしてください。なんか今誘導されてるけど、これやって大丈夫なの？あ、はい、全然大丈夫です。オッケーオッケー。使って、リスポーン。やばい、これちょっと遅かったかな。そう、来てからのスポーン、あ、来た。あー、うん、透明になった。やばい、やらかした。終わりだ。あ、俺の人生終わった。おい、ふざけんなって、これどうなってんねん。ちょ、やめろやめろ。あ、巻き込んだな、お前。運営さん、これ関係、僕は知りません。これ巻き込まれました、完全に。ここのボタン押してください。あ、これね。はい。あ、これさっきのカードキーでね。はい、先目入ってください。はい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 。え、じゃあ、例えば、じゃあ、子さん行きましょう。あの、危ないな、こっち怖いぞ。あの、好きなの乗ってください、ここ。何個でも。あ、お前、俺は分かったぞ、今気づいたぞ。これ乗ったら危ないだろ、マジで。え、いや、ガチです、大丈夫なやつです。え、じゃあ、おい、危ないって、これ絶対に。あー、大丈夫です、大丈夫です。そんな怖がんなくても。絶対バンされないんで。世界一信用できないぞ、お前のバンされないんでは。一回乗ってみてください。例えば、綺麗好きとかなんで、これ。販売されてるやつね。はい。え、ちょっと乗ってみてください。綺麗好き。したら。あー、アウト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 。帰ろう、みんな。これね、やっぱ運営さんね、この人はね、もう、フォートナイト舐め腐ってるから、バンしてください。これ ID はね、運営ネームレス YouTube ということで、これ YouTube やってんのかな、君は。はい、そうです。じゃあもうバンしやすいね。映像残してるから証拠を。何をしてんの、これは。どういう原理？透明になったのは、キャラクターが重なっちゃうからってことなんか、これは。そういうこと、そういうこと。俺にも見える状態にさ、あの、透明じゃない状態でさ、ちょっと踊ってよ。オッケーオッケー。そういうことです。肩車してる。なるほどね。あ、じゃあ実際には使ってるっていうより、エモートを踊ってるキャラクターを見てるみたいな感じなんだ。すごい。毎回肩車から始まるんだね。まあ、本当だったらこれ今透明して見えてないってことだよね。はい。動かしたりできんのこれじゃあ。動かすっていうのは無理なんですけど、視点を動かすことだけはできます。じゃあ、エモートとかはグリッチなの？はい、グリッチです。あ、そうなんだ。なるほどね。あー、懐かしい。これ、ツイッチプライムのやつじゃなかった？で、これ、エモート見せる。はい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 、はい。つらしのやつね。でもなんか、ずっとさ、エモートの音楽、これ、うるさいんだけど、これさ、これは何、しょうがないのか。しょうがないです。え、ちょっとスキンは、スキン。子さんのやつだと、ちょ、子さんっていうとこ来てください、また。で、そしたら、一番端っこにある、ここ、シナリオっていうやつを、ちょっと、こんな風に、子さん。へぇー。あ、ほんとだ、シナリオ踊ってるわ。君が犠牲になってくれれば、俺が踊ってるみたいな、なんだこれ。あ、ちょちょ、あ、ちょちょ、あ、ベストフレンド踊ってる、俺。あははは、すごいすごいすごい。あとこれとこれ、コサンスキンじゃん、こいつ。このコサンスキンはグリッチで持ってきてんの？はい、そうっすね。わ、これレアなやつだね。そっか、バンはまあ、グリッチが修正されるぐらいなのか。絶対バンされないんですよ、だから。ロボットダンスってこう見るとやっぱいいね。コラボエモートがあるよ、コラボエモート。オッケーっす。あ、今、トラビスの BGM が聞こえたぞ。危ないよね、ちょっとなんかあの著作権が。このエモート今、普通にレアだよね。トラビス、サウン来てないよね。ビクロイのやつね。あ、すごい、これもあるんだ。え、なんか、やばいやばいやばい。キモいことになってるよ、今、めっちゃ君。こういうことができる 1v1 上ね。で、これは今、君は公開しようとしてんだ。はい。え、これはさ、どうやって見つけたの？知り合いと一緒に作ったり。君が見つけたってこと？このシステムを。俺も全然知らなくて、やってやり方。え？じゃあなんか誰かからもらったってこと？そうですね、そんな感じですね。だからずっと気になってたんだけど、この Z アキトみたいな、これ誰なんこれ？
え、俺も、あー多分、え、俺も知らなかった。なるほど、こういうことをやったってことか、君は。これは、なんかアウトって感じじゃなさそうだな、見る感じ。いいなー、もうこういうの欲しいけどね。もうめちゃめちゃアウトだもんね。今日一のびっくりは、パンドラの中身が空だったってことだね。